バイエルンはアメリカ合衆国の競走馬、種牡馬である。主な勝ち鞍は2014年のブリーダーズカップ、クラシック、ハスケル招待ステークス。2011年5月3日に誕生。2013年5月のファシグティプトンミッドランティック2歳、トレーニングセールにて32万ドルで落札される。2014年1月にデビュー。ケンタッキーダービーには間に合わなかったが、プリークネスステークスには出走し、9着となっている。その後、ウッディ・スティーブンスステークスを7馬身半差で制して、重賞初制覇。さらに、次戦のハスケル招待ステークスも7馬身1.4差で圧勝して G1 初制覇を果たしている。続く、トラバーズステークスでは、ベルモントステークス勝ち馬、トーナリストを抑えて一番人気に押されたが、最下位の10着と大敗した。次戦のペンシルベニアダービーを 1:46.96 のトラックレコードで制して復活を果たし、強力な3歳世代の一角として迎えたブリーダーズカップクラシックは、競馬史に残る論争を巻き起こすレースとなった。ゲートが開くと、バイエルンが急激に内側に切り込みながら発進。左隣の1番人気シェアードビリーフは激しく、ぶつけられた形となり位置取りを悪くし、さらに隣の逃げ馬モレノも不利を受けて、花を奪うことができなかった。代わりに先手を奪ったバイエルンは直線に入っても、粘り腰を発揮し、UAE ダービー馬、トースト・オブ・ニューヨークと2冠馬カリフォルニア・クロームの同期2頭との横一線の競り合いを離さ制して1着でゴールした。不利を受けたシェアードビリーフは上位3頭から3馬身半離された4着、モレノは最下位の14着に沈んだ。直ちにスタート直後の事象について審議が行われたが、入選順位の通り確定となった。この判定に対し、バイエルンを失格にすべきであるという批判意見が殺到した。また、シェアードビリーフに騎乗したマイク・スミス、モレノに騎乗したハビエル・カステリアーノはいずれもスタート後の不利が致命的であったとコメントした。サンターニタ競馬場の採決委員は批判意見に対して、シェアードビリーフとモレノが不利を受けたことは認めながらも、4着、シェアードビリーフが、上位3頭から3馬身半離されての入選であったこともあり、スタート直後の不利が明確に着順に影響を及ぼしたとは認められないと説明した。しかし、モレノが不利を受けたことで、バイエルンが楽に先手を奪い、マイペースの逃げを打てたことが勝利につながったという見方は根強く、遺恨を残す決着となった。2015年は不振に陥り、一度も勝利を挙げることができないまま、9月26日のオーサム・アゲイン・ステークスで3着後に陣営から現役引退が発表された。以下の内容はEquibaseの情報に基づく。2016年からヒルンデールファームで種牡馬入りした。初年度の種付け料は1万5,000ドルに設定された。ありがとうございます。